さて、浅田真央さんはロサンゼルスどうでした？はい、ロサンゼルスは楽しいんだが、あんたやな、期待されてたの14位で終わったわ。ちょっと違う、ピコ選手です。分かった、走りません。胸ちょうだいな、胸。胸ちゃう。そうや。分かった、いかんがやな。ゴンザレスか、ロペスか。ロスだけですか、でも行ったのは。ロスとサンフランシスコとハワイ行ってきました。あわんなー、浅田さんやめてほしいな。そんなロスとかサンフランシスコは日光とかそれにしてほしかった。何しに行ったんですか、結局。宮川美さんのショーで行ってきました。宮川美さんと行くということは、あのデュエットの、はい、デュエットもしましたんですかね。あ、これがショーの。してますね。これでデュエットしたんですか。二人のデュエットといえば、はい、もちろんね、はい、何は恋まみれ、恋しぐれ、恋しぐれ、恋しぐれ、やりました、はい、やりました。ちょっと私あの歌うるさいんですよ。芸のためのろ女房も泣かす、うん、あかん、血圧上がってきた、あかん。大丈夫ですか。この歌体に悪いね。でものぼるさんはじゃあセリフかなんかおしゃべり。関西弁でやりました。え、ちょっとやっていただけますか。わが下げ男へ、下げや下げや、なんやそのうっとうしい顔は。うっとうしい顔じゃない、湿気臭い顔です。湿気臭い顔は。わいはな、わいは日本一の漫才師になったるんや。わかった、のぼるさんお願いします。そらわいはアホや、下げもあるし女も泣かす。わちゃ、日本一になるためやったら何でもするで。どうぞどうぞ。いいか、省略してどうぞ。まあ、あの大阪弁の話はそこまでしまして。